ブーゲンビルはフランス海軍が運用していた中型支援輸送艦。主としてフランス各実験センター本部の指揮下にパペーテとムルロア艦渉の間の業務輸送に用いることを目的として1984年11月22日に発注された。設計はむね並行して計画されていた TCD-90 型輸送揚陸艦の縮小型とされている。 ベルドックは長さ78.0幅11.8メートル、完備門扉は幅10高さ6メートルで、水深3.15メートルまで調水することができた。CTM 型軌道揚陸艇であれば3隻、また必要に応じて P400 型小海艇までの大きさの小海艇であればドック内に収容して整備を行うことができた。ベルドックを搭載看板として転用した場合、 20フィート型コンテナで、あれば40個を収容できた。貨物の要項用として、右舷側には力量37トンのクレーンが設置されており、また力量25トンのクレーンも移動式に搭載されていたほか、車両は右舷側の6メートル幅、対価153トンのサイドランプから乗り降りすることもできた。ドック上には必要に応じて、 6メートル長の移設式プラットフォーム3個を設置して機材、車両の搭載能力をさらに増強することもできた。艦中部には長さ26幅17メートルのヘリコプター甲板が設けられており、空外輸送ヘリコプター2機の運用が可能であった。ハンガーは設けられていないが、ヘリコプター用として、ジェット燃料70立方メートルを搭載できた。ありがとうございます。